ょっと。いい？こら、そっちがその気にさせたんじゃねえか。私知りません。勝手なこと言わないでよ。いいからこっち置いてって。何もしないんだからさ。嫌です。何を。おい、この野郎、舞ちゃん、こっち渡せよ。口の聞き方教えてやる。なんだよ、そんなんでビビると思ってんのか。消えなさいよ、この酔っ払い。くそ、知るか、ナプス。ありがとうございました。あの親父超しつこくって。私、舞って言います。あの、もしよかったらすぐそこにいいお店があるんです。お礼に一杯おごらせてもらえませんか。美人の誘いは断らないことにしてるんだ。そんな美人だなんて。でもよかった。ここ私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。私って酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。だから気をつけるようにはしてるんですけど、お兄さんみたいな人とだったら安心して飲めちゃうかも。私、男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです。その点お兄さんは凄みもあるし、ワイルドだし、なんか好きになっちゃいそう。お兄さんは舞のことどう思います？まだ会ったばかりだ。よくわからんな。だったらもう少しお互いによく知り合うべきですよね。舞のことお兄さんにもっともっと知ってもらいたいな。隅々までね。遠慮しないでね。舞のおごり、乾杯しよう。二人の暑い夜に。今は飲む気分じゃないんだ。どうして舞と乾杯してくれないの？お客さん、女の子泣かしちゃいけないんじゃねえのか。ここで飲まねえのは男じゃねえな。お願いお兄さん、舞と乾杯しよう。今は飲む気分じゃないんだ。おい、お客さん、こっちもボランティアじゃねえんだ。あんた飲みに来たんじゃねえのかね。お兄さん、マスターもこう言ってるし、乾杯しよう。飲まないと言ったろ。どうしても飲まれってのかい。睡眠薬入りだな、この水割り。どうしたの、お兄さん。客を眠らせてぼったくる。マグロって言ったか。古い手だ。人に気の悪いこと言うね。この女もグルだ。さっきの酔っ払いも。なかなか手が込んでるな。あんまりわけわからねえこと言ってると。なんだってんだ。あんま荒っぽいのは趣味じゃねえんだけどな。構うことねえ。上等だ。わかった、あんたの勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。
はい、座礁ですが、ご迷惑料ということで、こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。無理だな。もちろんこれだけじゃありません。お耳寄りの情報がありまして。あるラーメン屋の地下に秘密のカジノがあるんです。デイの合言葉は、半ちゃんラーメンつゆだく。あとは店の主人が案内してくれますから。それじゃあ、俺たちはこれで。本当に、どうもすいませんでした。
大丈夫？ああ、なんとか。お前は？うん、こっちは。何だったの今の？何者だ？自分の胸に聞いてみるんだな。なんだお前ら！ミユ！ユウヤ！親殺しが。遅かったじゃねえか、キリュウ。キリュウさん、こいつら風間の…やめてる！チンピラ。極道舐めてんのか、てめえは！堂島の親父が死んで、俺らは風間組に組み込まれた。極道の理想か死んねえが、甘っちょれえ組長や。撃たれて当然の器だ。なら本人の前で言いやどうですか。こんなとこででけえ口叩かずな。てめえ誰に口聞いてやがる。俺たちの親は堂島の親父だけだった。お前が殺したんだ。親父が先に待ってるぜ、キリュウ。終わりじゃねえぞ、キリュウ。親殺しの烙印はな、てめえがくたばるまで消えやしねえんだ。背負ってくさ。10年前にそう決めた。キリュウさん、巻き込んじまって悪かったな、ユウヤ。なんて言っていいかわかんないですけど、キリュウさん何でもかんでも背負い込んじまって、俺には真似できないですよ。キリュウさん、あの、何かお礼したいんですけど、今こんなものしか。バカお前、そんなもん渡してどうすんだよ。だってどうする？
ちょっと。ごめん、遅れる。いいんだよ。
あのちょっと。マジかよ。
Thank you.
おう。
Thank you.
Thank you.
味しかった。ありがとうね、おじさん。よかったね。ね、おじさん。ああ。もう腹いっぱいになったのか、坊主。うん。何時間かしたらお母さんも戻ってくるし。もう大丈夫。だよ。ん？どうしたの？ちょっと、大丈夫？ねえ、ってば。おじさん、どうしよう。これ、食あたりじゃなさそうだな。はるか、急いで病院を探そう。おい、この子を見てもらいたいんだが、どうにかならないか。おい、どうしたんだ。少し黙っとれ。どれ、見せてみろ。急に腹が痛いと言って倒れたんだ。時間がない。緊急に回復して処置する。え、お腹切るの。おい、こっちはどうなる。おい、おい、アリ、大丈夫か。ここの医者ずるい。外人だから差別した。何、こいつら後から来たのに手術してる。アリ、無視された。アリ、アリ、クソ。見てわからんのか。今は手術中だ。出てけ。お前、俺の弟見捨てた。許さない。うるさい。出て行けというのがわからんのか。クソ、お前も弟のように死ね。今殺されちゃそのガキも死んじまう。俺が相手になるぜ。ならお前も殺してやるよ。くそ。手術は終わったのか。ああ、終わった。虫垂炎だったよ。破裂寸前だった。危なかったかな。お前絶対に殺してやる。ずいぶん元気だな、兄弟揃って。お前、ずるいやつだ。弟、見殺しに。あんた。え？なんで。こいつはただの石だよ。尿管結石だ。結石？ああ、激痛が走るが、石が膀胱に落ちちまえば、なんてことはねえ。気を失って寝てただけだ。じゃあ、世話になったな。ありがとうね、お医者さん。お医者さんか。久々に聞いた言葉だな。こいつはどのぐらい入院するんだ。まあ、2、3日もじっとしてりゃ大丈夫だろう。子供は回復も早いしな。でも、お母さん待ってるんでしょ。まあ、俺が母親の店を探して連絡はしておくよ。お前、しばらくじっとしてろよ。あんな場所でうろつくんじゃないぞ。やめておけ。この子もきっと母親を待ってるのが楽しいんだろう。
な、そうだろう。うん。この町には大人子供関係なくいろんな事情を持った連中が山ほどいるんだ。だがみんな精一杯頑張ってる。だから俺はこの町が好きなんだよ。そうだな。だからあんたみたいな医者も必要なのか。その通りだ。俺は患者に一切の差別はしない。この町で病気で苦しむ人間がいれば誰でも助けるさ。じゃあ俺らは帰るぜ。ああ。そういえば代金は。ああ、それなら問題ねえ。俺には強力なスポンサーがいるんでな。そうなのか。まあとにかく助かったよ。ありがとうな。しかしあんたの社長さんも物好きだね。うちの社長がファンなんですよ。先生が東都医大の部長されていた頃からの。そっか。ま、会ったことはないが、その風間社長さんとやらによろしく伝えてくれ。はい。
え？ああ。
ホーク。
はい。よ。ちゃんちゃんバリバリ。
おじさん、なんかあの人変だね。ああ、まあいい、放っておこう。あの旦那、ちょっと話を聞いてもらえませんか。なんだ。私、元木と申します。突然のお願いなんですが、このアタッシュケースを預かってもらえませんか。何？何にも聞かないで預かってもらえませんか。断る。理由もわからないで預かれるわけねえだろう。ちょっとほんの数十分でいいんです。ふざけるな。ねえおじさん、困ってるの？そうなんだよお嬢ちゃん。私すぐに戻ってきます。その間この金預かってもらいたいんです。金？はい、そのケースには1000万入ってます。私どうしても外せない用事があるんですよ。預かってもらう代わり少しくらい遊んでもらっても構わないので。もしも負けたらどうするんだ？そん時はそん時です。文句は一切言いません。ねえおじさん、困ってるみたいだし助けてあげようよ。とにかくお願いします。金は一度すべてチップに変えておいてください。それじゃ。ねえ、あの人困ってたみたいだね。まあな。私まだ遊びたいし、少しならいいんじゃない？まあ少しならな。Thank you.
そこで何やってんだお前ら。おい、なんでお前がそのケースを持ってんだ。俺はこいつから預かっただけだ。まったくどうなってんだが。私は知りませんよ。この旦那が無理やりケースを奪って。嘘をつくな、嘘を。もうお前のことなんて誰も信用しちゃいねえよ。悪かったな、迷惑かけちまって。すまねえが、そのケース返してもらえないか。事情も聞かねえで返せねえな。その金はお前らが持ってても使い物にならねえんだよ。どういうことだ。あいつはうちの組から金を盗んだのよ。組の金か。ああ、だが奴が取ったのはただの金じゃねえ。そりゃ完全な偽札なのよ。偽札？そうだ。そりゃうちらの組の大事な物でな。盗まれちゃ困る代物なんだよ。ああ、すまねえな。どうってことないさ。まあ、お礼と言っちゃなんだが、取っておいてくれ。しかし、あんたも気前いいね。まあな。だが悪いが、1000万は店に流れちまったよ。一度チップに変えちまったからな。何？ふん、大変だぜ。店中の金の中から偽札を見つけ出すのは。しょう、この野郎。早く先生、お前ら。せいぜい頑張ってくれや。行くぞ、ハルカ。うん。ねえ、おじさん。私がもっと勝ってれば。なに、お嬢ちゃんのせいじゃないよ。お嬢ちゃんには月があった。俺にはなかった。それだけだよ。さあ、行くぞ、ハルカ。おじさん、私あの人知ってる。おお、お嬢ちゃん、若いのに通だね。そう、ありゃバンタム級ランク1位のジャッカル八木沢だよ。お前ボクシング好きなのか。うん、ひまわりでよくみんなで見てたよ。ジャッカルのパンチってすごいんだよ。本当によく知ってるね。そう、彼の右は音速の右って言われてるんですよ。そうなのか。ねえおじさん。ふん、ああ。ねえジャッカルさん。ああ、私ファンなんだ。握手して。うるさんだよガキが。ふん、何も知らねえで。
やっと手に入れたチャンスだってのにな。だったらなんでこんなとこで飲んでたんだ。いいんだよ俺、どうせ何やったって結果は変わらねえんだ。え、どういうこと？さっきは悪かったなお嬢ちゃん。お嬢ちゃんの期待には応えられないんだよ。俺は明日負けるんだ。何？もしかしてお前。ジャッカルさん、私信じてるよ。ジャッカルは強いって、絶対に勝つって。応援してるから頑張ってね。沢田工業です。ご用の方は発信音の後にメッセージをお願いします。ああ、ジャッカルに50万、食品で。お客さん。あ、マスターのおじさん。これで明日の試合は賭け試合じゃなくなったぜ。あ、ありがとうございます。なんとお礼をしたらよいのか。ふん、礼はいらねえよ。八木沢に連絡してやったらどうだ。
はい。さすがだね、おじさん。これで明日のタイトルマッチ楽しみだね。ああ、そうだな。お客さん、先日はありがとうございました。ああ、それで八木沢はどうなった？ねえ、まあ、あなた、はあ？おやおや、何だおりゃ。え、テレビの撮影か何か。おい、飛び降り自殺する気じゃねえか。おい、秋元、バカな真似するんじゃねえぞ。今警察呼んだからそこ動くな。水木ちゃん、ごめんね。くれたんだ。ごめんね、水木ちゃん。借金返せなくなってさ。水木ちゃんに迷惑かけたくないと思って。私を置いて死んじゃうの？秋元くんは私にとって命よりも大切な人なのよ。忘れたの？水木ちゃん。だから死ぬなんて言わないで。そんなクリスマス迎えたくないよ。水木ちゃん。俺、間違ってたよ。秋元くん、分かってくれてありがとう。水木ちゃん、素敵だよ。私、プレゼントは限定のダイヤモンドリングが欲しいの。分かった、今から買いに行こう。じゃあ、プレゼント買った後、同伴してくれる？どうやら人違いだったようだな。あるか、行くぞ。うん。
おう、ちょうどいい時に来たな。どうかしたのか。いや、さっきここにおめえを訪ねてきた女がいたんだが。誰だ。死んだ堂島宗平の女、堂島弥生だ。なんだと。おめえが殺した組長の妻だ。これは何かあるなと突っぱね返したんだがな、おめえが来たらこれを渡せって頼まれてよ。そこは今じゃ堂島組の残党どもの巣窟だ。どう考えてもおめえの弾取ろうとした罠よ。桐生、行くんじゃねえぞ。堂島をやったのはお前なのかい。あんた誰かをかばってるか。誰なんだ。一体誰がやったんだい。その答え、俺に少しの間預からせてもらえないでしょうか。俺が必ずけじめをつけてお答えに上がります。
おやおや。
おい、
ちょっと。お兄さん。
で。
Thank you.
キモい。マジかよ。あ？キリュウよ、ちょっと話があるんだが。なんだ。東京湾で上がった死体、あれについて調べてたら、いろいろと面白いことが分かってな。死んだ女はチャンピオン街のパレスって店でママやってたみてえだ。しかも水木って名前だそうだ。もしかすると本物の水木と何か関係があるかもしれねえ。行ってみるのもありだな。パレス？どこかで聞いたような名だな。アリサ、てめえ何をベラベラほざいてるんだ。ママどっか行っちゃったんでしょ。それは。お前がここのオーナーか。あ、はい。
すいませんね、アリサのやつがわけのわからねえこと喋って。こんな商売やめとけ。他人を語ってやるもんじゃねえ。ん？お客さん、そいつはどういう意味です？悪いことは言わねえ。あの水木って女の二の舞になるだけだぞ。何？水木について何か知ってやがるな。おい、表に出ろや。さっきの話どういう意味で、水木について知ってるのか。おめえの言う水木って女、殺されたぞ。え、なんだって。入れ墨まで真似る丁寧ぶりに連れ去った組の連中は最後まで本物の水木だと信じてたようだ。連れ去られた本人は全く身に覚えねえのにな。哀れな話だぜ。俺が入れずに入れさせたばっかりにこんなことになっちまうなんて。